い、どうも、こんちゃでございます。どうも、こんちゃでございます。久しぶりに激辛シリーズになりましたね。爆裂辛麺日清。日清爆裂辛麺豚骨味噌ラーメン。これ買ってきましたね。爆裂辛麺だってよ。しかもね、ここに辛さレベル5って書いてあるんです。ここ、ここ。辛さレベル5ってことなんで、久しぶりに激辛をやってみたいと思います。この動画2023年7月8日に撮っておりますね。暑くなるとやっぱり激辛でございますね。それじゃあ行きたいと思いますね。激辛爆裂辛麺。非常に辛さレベル5だってよ。すごいよね。で、これ2つ入ってるんですが、2色入ってます、中に。2つ入ってますね。いっぺんに2つ食うな、食うかって言ったら食わないです。1個だけしか食わない。2つ食えよ。いや、じゃあね、行きたいと思います。じゃあ早速ね、食っていきたいと思いますね。もっちり爆裂麺うまーですね。はい、ですね、はい、うん。どういう風に食うかね。あ、5分も茹でるんだ。これ投げんだな。まあいいや。まず中に入ってますが、もっちり太麺でございます。あ、もっちり太麺、太い。あー、太い。真ん中がちょっと凹んでますがね、これ太麺。太いね、しかしこれの麺ね、ほんとね。で、茹で時間高いんだ。で、これをやって、で、この中に、先にお湯入れんの？後に入れんの？よくわかんない。後に入れんのか。後に入れるってことなんで、まあ、後に入れたいと思うんですけど、こうやってお湯を浸して、ちょっとお湯足んねえな。もうちょっと入れないとダメだな。そしてですね、この上にですね、お野菜もちょっと食おうってことで、冷蔵庫の奥底にですね、ほうれん草が発見されました。ほうれん草発見されました。十分前の、これね、めちゃんこ前のほうれん草なんだよな。賞味期限が書いてねえな、これ。あ、2024年10月12日だ。あ、まだ賞味期限内ですね。全然余裕ですね。さすが冷凍。これ食いたいと思います。これ上。よし、よし、爆裂辛麺ですね。で、こうやってこれ入れて、で、これ電子レンジでチンします。5分チンしなきゃいけないんで、5分、あ、カエルちゃん裏返しだって。で、カエルちゃんこれ押すと、このドア自動的にこう開くことになってて、これでちょっといきたいです。5分。もうちょっとお湯入れよう。お湯足んねえな、これ。よし。よし、オッケーポン。よし、5分ですね、5分間待つのだぞ。内名称、ほうれん草、台湾産ほうれん草。いや、違う、今日はほうれん草の紹介じゃん。何気にこっちでやね、こっちだね。爆裂辛麺。今日は、爆裂辛麺でございますね。はい、本品には悪内で塗られたアレルギー物質が含まれてます。小麦。まあ、小麦だろうな。やっぱラーメンだからね。乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ごまということでございますね。牛肉とか魚介類は入っていないようですね。はい、次。うん。名称、即席袋麺。うん。言われなくてもわかる。うん。油揚げ麺、スープ、そんなのですね。内容量 109g、うち麺 95g。うん。保存方法。匂いが強いもののそばや直射日光を避け常温で保存してくださいって言いますから、匂いが強いものを避けっていうかさ、逆にこっちで匂いがつきそうだけどね。まあそんなもんだということですね。はい、熱量が458kcal。 あ、結構あるな。あ、そんな感じだということですね。はい、賞味期限が2023年9月26日ってことなんで、まあもうちょっとね、あれだということですね。これ結構高かったんだぜ、実は。確かね、2色しか入ってないのにね、150円ぐらいしたと思う。うん、100円以上は間違いなくしてるんで、結構高い買い物ですね。うん、5食入って200円がデフォだから、俺にとってはね。まあ、そんな感じだということですね。で、これはもう1食あるんですけど、これは爆裂辛麺、辛さレベル5。もう1食、これはまあ適当に後で食うってことで、後でもいい。ということですね。で、この粉末スープ、爆裂辛麺、爆辛極旨味。極、舌噛みそうになっちゃった、なんか。日清食品株式会社、大阪淀川区というご提供ということで、これですね。で、あとは、まあ、うん、お箸と、これ、スプーンってことで、これどっちも使い回しですね。使い回し。激辛だからね。うん、激辛なんで、なんで使い回しかわかんないですね。で、もうちょっとかかるか、まだかかるか、どうだろう。うん。うん、もうそろそろだけど、もうちょっと待とうか。
その間、カエルちゃんと遊びたいと思いますね。うん。何も思いつかないネタが何も思いつかないですね。えこうやってさ、恥ずかしがり屋のカエルちゃんふい恥ずかしがり屋のカエルちゃんふえっとつまんねつまんねつまんね、うん、ダメだね、うん、最近キレがないね、うん、最近ちょっとキレがないな。俺暑さに弱いからさ、やっぱ7月くらいになってさ、気候が暑くなってくるとさ、うん、話もさ、ネタもさ、切れ味がなくなってくるよね。うん。もうそろそろいいかな。よし、もういいだろ、食う。俺、お腹減ってんだよな。よし。じゃあ、いただきます。よし。うん、よし。あっちゃ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 。よし、できた。よし、爆裂からなんですね。で、まずはですね、麺そのものを味わうということで、中にね、これ何でもスープ入れないで麺だけちょっと食ってみようか。なんかもうちょっとチンした方がいいかな。いいね。いいや、いいや。食おう。こんな感じで。うん。あ、なかなか美味しい麺ではないか。うん、なかなか美味しい麺ですね。うん。これが、一気に地獄とかするわけですね。だからこの、全然、麺は全然辛くない。うん。これスープが辛いんですよ。でも分かってんだよ、俺は。うん。でもみんなで、当たり前だよね。よし。じゃあ、これをまず入れていきたいと思いますね。はい。うん、いいよ。あ、辛いよー辛いな、これ。辛いな。どれくらい辛いんだろう。ちょっと粉だけ直接舐めてみる。じゃあコーラ用意しておきましたね。コーラ用意した。あとね、食い終わった後に、その一気に体を癒すために、ヨーグルトを一応用意しておきます。ヨーグルトを飲むとね、辛さが基本的に消えるんで、ヨーグルトただ全部食べきってからね。あ、このヨーグルトちなみに半額です。よし、半額。よし、じゃあね、行きたい。粉直接舐めるとね、普通そんなことやるやつはいないんだよ。よし。うわ、カレー匂いがすげえ。これは危ないだろう。あ、舌がもうヒリヒリする。いや、匂い嗅いでヒリヒリしてんじゃなくて、この粉を直接舐めたからヒリヒリしてんだけどさ。そりゃそうだ、うん、当たり前だ当たり前だの当たり前だのクラッカーってあったけどね、うん、当たり前だのクラッカーね、うん、熱海の前は西間田沼津ってつまんねえ。よし、食うぞ。くだらないこと言ってないで食うんだよ、うん、食うんだよ。いや、これはやばいだろう。辛さレベル5ってことでいただきたい。あのね、激辛食ってるとき私途中で無口になりますんで、喋ってるとね、舌が痛くなるんで、途中で無口になるんで、今日は多分喋れない。鼻にこう、蒸気が入るだけでいて、いただきます。すげえカレー。あ、痛い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 、舌が痛い、やっぱ痛いね、舌が。
極太麺なんで噛み締めないと飲み込めないんですけど、その噛んでる時に口の中、あ、いて噛んでる時に口の中に痛みが広がるような感じ。だこれ細い麺だともうちょっと食いやすいかもしれない。軽い。もうちょっと喋んない喋んない、もう痛い。いただきます。こんなもん食うもんじゃねえよ。こういうの食べてるうちに慣れるんじゃないかっていうけど、逆、口の中にこの痛さが蓄積してくんだよ。逆にきつくなった。感覚を置いて食うと割合楽は楽、一気に食うとやっぱ危険です、うん、ただ一気に食わないと時間がかかるんで、それはそれでまたきついんですよ。要するにどうやって食ってもきついんだよ。すげえいて。よし、行くぞ。このさ、あともう一つ思い出した。このスープ残ってるじゃないですか。スープ残すと最後に飲みきるのがきついから、こう早い段階、このスープを飲んだかね。え？あいた。この辛さやば。なんかもう涙がつげ。なんで俺こんなことやってんだろう。バカだよな、うん、よし食うぞ、よし食うぞ食うぞ、よし食うぞ。もう一気に食うから、一気にね、一気に痛い喋ると痛い。もう喋んない。刺激を与えないようにゆっくり食う、でも素早く食うって言って、それがなんかやっぱりコツのような気がします。
でも麺が太いから時間かけても伸びないっていうのはいいけど、でも俺自身が伸びそうだよ。あ、でもだいぶ減ったな。よし、じゃあ残りこれだけなんで一気に食って終わらせたいと思います。行くぜ行くぜ。よし、行くぜ。よし、大丈夫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 。辛くない、これは辛くない、うん、まるでシュークリームのように甘い。喋ってると口が痛い。よし、だいぶ減ったよ。でも、うん、よし、決めるぞ決める。男の子だもん、頑張るみたいな。カエルちゃん、僕に勇気がいくぞ。喋ると口が痛いよ。よし、いただきます。まあ、こうやって口喋ってるってことはそれほど辛くないんじゃないかって話もあるんだけどね。うん、久しぶりだからな、激辛。あとちょいなんで一気にいきます。よし、終わった。久しぶりの激辛、やっぱきついね。うん、きついわ。やっぱ激辛食うもんじゃねえんだけど、でもリクエストが多いからね。ああきつい。以上になります。どうもありがとう。あ、痛い、口がまだ。失礼。